最近もあのギャオが、うん、ギャオってサービスを、はい、あのヤフーが辞めるっていう発表されてましたけど、はいはい、なんかあんな感じですよね。ギャオなんかもめちゃくちゃ早かったですもんね。そうですね、まあ、ちょっと早すぎたっていうのもあったのかもしれないですけど、はい、そうそう、ギャオもめっちゃ、はい、早すぎたし、サイバーエージェントだってアベマ TV が3度目の正直みたいな感じですからね。どうなんですね、みんな忘れてますけどね、はい、アメーバビジョンとかありましたからね、はい、今までやっぱ途中でこう挫折せざるを得なかったサービスっていうのはやっぱユーザーがついてこなかったっていうのが一番大きいんですかね。なんか資金的な、いや必ずしもユーザー、例えばギャオのケースでいうと、うん、視聴者はすごい勢いで、あの集まったんですね。1ヶ月で500万人登録みたいなペースで、まあ、他にそういうサービスがなかったのも含めて、ただその、コンテンツの、まあ、獲得がまだまだ厳しかったのと、まあ、その動画広告という市場がまだゼロだった時代だったんで、そのスポンサーさんから動画の広告を頂戴するだとか、10秒分の尺を今だとね、あの YouTube とかで5秒ぐらい短くするんですけど、そんなこと、まあ、絶対ダメだとね、ったりだとか、まあ、そういうもろもろの環境がまだ整ってなかったっていうのは大きかったのかもしれない。でも回線ですよ、やっぱり回線と接続スピードも、あとはその当時はスマホがまだ普及してなかったんで、最初はパソコンテレビとかいう名前でギャオっていうのは言ってましたね。例えば飛行機の機内の Wi-Fi サービスだってね、あれ今第二世代ですからね。だから2000年前後ぐらいにもやってたんですよ、一瞬国際線とかではやってたんだけど、一回一旦サービスみんなやめちゃって、でそっからまたスマホが普及し始めた2010年以降また復活したんですよね。はい、そう、もうそのあたりをですね、これ宇野さんの略歴を見ながら深掘っていきたいと思います。宇野さんの略歴の前半なんですけれども、1963年大阪に生まれまして、大学卒業後リクルートコスモス、これ入社をされています。でこれ2年で独立して、これインテリジェンスですね、現在のパーソルキャリアをあの設立し、ここでまず IPO、 後に IPO をしております。そして1998年に大阪有線放送社を創業者のお父様から受け継ぎまして、代表取締役社長に就任しました。まあ、こちらも後に IPO ということなんですが、これ今の振り返って何かこう、 あそこがつながってるなとかっていうのをご記憶ありますか？あ、もう25年前の話なんですけど、うん、その、まあ、当時まさにね、ウェブっていうものができてきたばっかりなんで、はい、いろんな企業がその採用ページもね、うん、ウェブ化させていくみたいなのがあって、うん、でそれを何らかの、まあ、まさに今でいうサース的なものにしなきゃいけないとかやっていたんだけど、うんうん、それの開発をできる会社が当時あんまなかったんですよね。そうそうそう、それがだからうちの人間がたまたまそのオンザイッチさんにたどり着いて、うん、その堀江さんとの多分出会いになったんだと思います、うん、まあ、あのそういう話社内でもあのしてたのは思い出して今つながりました。そんなインテリジェンスを IPO 直前で、まあ、創業者のお父様から受け継ぐ形の大阪有線社の社長になったかと思うんですけども、はい、これ最初に苦悩された点っていうのはこれどういったところなんでしょうかね。まあ、こちらのニュースピックスの2016年のイノベーターズトークでも、はい、まあ、こういったお話されているんですけど、ちょっと改めて。そうですね、あの、まあ、会社自体が個人の連帯保証で多額の800億の有利主債を、まあ、持っていて、まあ、利益がほとんど出てない状況の経営状況だったのに加えて、その有線放送ってまさにそのケーブルを電柱をはわして各お店に届けるという方式でやってたんですけど、これ あの電柱の使用許可をですね取ってない状態で日本中750万本、まあ、言ってみれば勝手に無断使用して張り巡らせてたと、まあ、いう、まあ、そういう、法的な大きな問題を、まあ、抱えてたんで、まあ、その新しくビジネスを展開することもできないし、まあ、いつその事業が停止してもおかしくない状態だったもんですから、まあ、それの合法化作業っていうのをやらなきゃいけなかったんですけど、これがもう本当に大変でして、まあ、言ってみればもうひどいブラック企業なわけですから、まあ、当時、まあ、今でいう総務省、当時はまあ郵政省というところは管轄省庁だったんですけど、まあ、私が引き継いで、まあ、正常な会社に、うん、やり直したいと話をしたら、まあ、100年後に来てくださいっていうふうに言われたんですけど、100年後ってなんかからかってんのかなと思ったら、ね、役所の方なんで非常に真面目な方で、はい、100年経ったらその当時大阪有線っていう社名だったんですけど、はい、100年経ったら大阪有線のことを知らない世代に変わると思うんで、はい、そしたら受理できるかもしれませんって真面目に言われたぐらいですね、はい、まあ、そういうところからのスタートだったんで、それが一番大変っちゃ大変でしたね。その頃のね話を
すごいんですよ。